ダジャハイです。では今日はね、ニューアの美顔器のレビューをしていきたいと思います。じゃじゃん、こちらです。ニューアリフトですね。まずこれを購入したきっかけなんですけど、私はね、最近になってきてこの頬のたるみがすごい気になるようになったんですよ。個人的にはすごい気になるポイントで、あとはフェイスラインですね。ちょっとこう横向いた時にこのフェイスラインが全然くっきりしてないんですよ。ちょっとここにね、お肉が溜まってるような感じなんですけど、まあこういうたるみとこのフェイスラインがすごい気になるっていう話をガールズトークしてた時に、知り合いの方にしたんですね。そしたらその知り合いの方が、私ニューア使ってるよ、結構いい感じだからおすすめって言われたんですね。使ってみようってなったんですね、早速。もうその場でニューアを注文しました、私は。やっぱりね、初めて使う時は皆さんとレビューしながら使っていこうって決めてたんでね。やっとね、引っ越しもちょっと落ち着いてきて、これがうちの新居のソファなんですけど、今日はねここで撮っていきますね。ではね、まず、この美顔器の特徴なんですけど、特徴は3つあって、まず1つ目はこれは医療機器メーカーが開発した美顔器です。そして機能は1点のみ、引き締めに特化した美顔器になっています。なのでたるみケアだったり、あとリフトアップ、あと小顔効果が期待できるような美顔器になっています。これを聞くと結構ドキドキしません？ドキドキっていうか、もう使いたいってなりません？なんでね、私はこれを聞いて速攻その場で注文したんでね、この機能が1点のみっていうのもまさに私が好きなポイントなんですね。前持ってたね、ヤーマの美顔器があるんですけど、その美顔器だと機能がすごい多かったんですね。正直機能が多いといちいち使う時に、あ、じゃあ次はこのボタンだねみたいな、次はじゃあこのレベルにしなきゃいけないねとかってあるんですね。正直それって結構私的に面倒くさかったんですね。 1,2 回目は説明書を読みながらそれを使ってたんですけど、やっぱり説明書を読みながらスキンケアするのって結構なんか面倒くさいなって個人的に思っちゃうんですね。じゃあちょっと時間が空きました、1週間後にまた使ってみようってなると、もう機能の起動の仕方っていうか、どのスイッチを押せばいいんだっけっていう疑問にもなるし、あとこの機能って確か目元にしか使えないとか、まあいろいろあるんじゃないですか。忘れちゃうんですね。なんでちょっと私みたいな性格な人には向いてないなって思いました。美顔器って定期的に継続的に使うことによって意味があると思うんですけど、使ってみて自分がめんどくさいなって感じるような美顔器だと続かないんですね、やっぱりね。私みたいに 2,3 回使ったらもうどっかにポイしちゃうような感じになるんで、まあ正直ね、今も日本に帰ってきてるんですけど、うちの船便がまだ届いてなくて、ヤマの美顔器はね、船便と一緒に帰ってくるんですけど、まあそういう感じになっちゃうんでね。なのでね、機能1個のみっていうのがね、私にとってすごい魅力的なポイントなんですね。はい、これが特徴1ですね。で、特徴2点目はやる範囲なんですけど、これは1エリア4分、最大で12分ができる美顔器になってるんですね。で、やる範囲は両頬、こっちとこっちと、あと首です。そして3点目は安全性ですね。これ結構ね、気になるポイントではあったんですけど、お肌の温度が42度以上になるとサブマイクロ波を自動停止しますっていう風にね、ホームページに書いてあります。なのでね、お肌にすごいダメージを与えることはないっていう安全性も保証できるっていう風に書いてあります。はい、ではね、早速使っていきたいと思うんですけど、で、まず使い方なんですけど、これはコンセントを挿したまんま使うタイプになってます。このニューアリフトプラスの新しいバージョンだとコンセントがなくてもこのまま使えると思うんですけど、私が購入したバージョンだとこれを挿したまんまじゃないと使えないバージョンになってます。蓋があって、そして横側に012っていう風に書いてあると思うんですけど、この0っていうのがオフになってる状態です。レベルは1と2を選べるんですけど、基本的にホームページに書いてあったのはもう2でやっちゃって大丈夫っていう風に書いてありました。で、すごく暑くなってきたなっていう風に感じてる時はそれを1に変えたりとか、自分でレベルを選べるようになってます。スイッチを2にしてボタンを押して、そしてこのカバーを開けると、ここがこういう風に金属のラインがついてるんですけど、これが後でお肌のこの辺に当てていくんですけど、では早速ね、専用のジェルを
つけていきますね。で、専用のジェルはね、アメリカバージョンだともう美顔器と一緒についてきてました。で、確かね、日本バージョンだと日本人のお肌に合わせて敏感肌でも使えるようなジェルを使用してるらしいんですけど、私はアメリカ版のこちらのジェルを使っていきますね。で、このニュアを私に紹介してくれた方は日本人の方なんですけど、その方もね、アメリカで購入してて、そのアメリカ用のジェルを使ってて特に違和感を感じてなかったというふうにおっしゃってたんでね、塗り方なんですけど、この金属のところを埋めるような感じで線を2本引いていきます。はい、こんな感じでこの金属の部分を全部埋めましたね。これを顔全体に伸ばしていきます。で、この量なんですけど、1エリアが使う量なんで両方全体には使えません。とりあえず皆さんと一緒に比べていきたいんでね、まずこっち半顔やっていきますね。あとこれを顔全体に伸ばしていきます。日本バージョンは匂いするかどうかわかんないんですけど、このアメリカバージョンだとほんのりちょっと石鹸の香りっていうんですかね、がしますね。今全部伸ばしました。ではスイッチをね、2にしていきますね。0から2にしました。で、ここが今ね、青いライトが点灯してると思うんですけど、ここを1回プッシュします。で、ここは点滅したんで、これは使って OK っていうサインだそうです。では早速ね、顔をくるくる、あ、ちょっとあったかい、あったかいですねこれ。あ、そう、くるくるする順番なんですけど、基本的にこう細かくこうくるくるするのがいいらしくて、そしてずっと一箇所にピーッとせずに、どんどんこういう風に動かしていく方がいいらしいです。すごい弱い力で速いスピードで今はくるくるしてます。ちょっとこれほんと使うの楽しみにしてたんでね、ほんと嬉しいです。私は必ず目の周りは避けていくようにします。このほうれい線が気になるんでね、ちょっとほうれい線周りを重点にやっていきます。じんわりと暖かい感じがしますね。全然すごい熱いっていう風にはならないです。そしてこれがより効果的になるように垂直に顔に当てていきます。ちょっと角だけ当てるんじゃなくて、機械全体が垂直になるようにお肌に使っていきます。これはね、使いながらテレビを見たりとかできるらしいんですけど、っていうのも4分が経ったら勝手にちょっと振動してくれるみたいですね。リフトアップされてる感覚は、いや全然体感ではわかんない。何で言えばいいんだろう、あったかいタオルを顔につけた時の感覚。このライトが緑に変わるとお肌の温度が適温になってきたというサインだそうです。あ、今ブーってなりました。ってことでこっち半分は終了になります。で、さっきの話の続きなんですけど、一瞬ねランプが緑になってたんですけど、それはお肌が適温になってきたサインだそうです。なんで本当は緑になった方がいいらしいです。ただ青いまんまでもお肌があったかいっていう風に感じてるのであれば問題はありません。はい、っていう風になりましたが、どうでしょうか。ちょっと一回ティッシュで拭いて皆さんと一緒に比べてみたいと思います。どうでしょう、若干こっち上に上がってると思うの気のせいかな。わかる、わかんない。まあそんな気もしなくもない。なんかほうれい線確かにちょっと薄い気もしなくもないね。え、ここね、ほうれい線以外は分かんない。結構ね、横側で見るとこっちはやってない方なんですけど、ほうれい線のところに影ができてるんですね。これもうほんと遺伝性なほうれい線なんですけど、でこっちだとその影がちょっと薄くなってる気がします。じゃあちょっと全体をやっていきますね。またジェルをね、たっぷりつけてオン押します。回します。あとさっき一個言い忘れたことあるんですけど、ニュアは毎日ね、何回も使えるようなものではなくて、1日1回のみ、そして1日使ったら1日休んで、また次の日使うっていう風になってるそうです。なんで1日おきで使えるようなものになってます。こっち初めてやったから、もしかしたらちょっと不慣れはあったかもしれないね。こっちの方が効果あったりして。はい、終わりましたね。あ、こっちの方が上がってる気がする。ちょっとダーリンチェック入ります。まあそんな気もしなくもない。じゃあちょっと首もね、やっていきますね。12分って意外と長いね。フェイスラインのこの下にジェルをつけていきます。ここをやるのにちょっと難しいですね。骨があるからカクカクカクってなりますね。くるくるくるっていう風にはできないです。こういう風に平行に動かしていくことしかできないです。あとこれやってる時は金属類、ピアスとかネックレスを外してからやってくださいっていう風に書いてありました。これで終了となります。12分ね。最終的にはこうなりました。フ
フェイスラインはこうなりましたね。どうでしょう、さっきと変わりましたかね。こっちのエラーはもともとこっちよりねひどいんでね、なんでちょっと分かりづらいかなと思うんですけど。そしてね、この後はお水でジェルを洗い流して、あといつものスキンケアをすれば OK だそうです。本体がね結構ここにジェルが溜まってたりとか残ってたりするんで、これは乾いた布とかで拭いてあげてくださいというふうに説明書には書いてあるんですけど、まあ布で拭いたらね毎回その布を洗わなくちゃいけなくなるんで、私はもうねティッシュで拭こうかなって思ってます。今日のレビューはこんな感じになるんですけど、ではね1回目使ってみて感想を皆さんにお伝えしたいと思います。まず使い方なんですけど、すごく楽だなというふうに感じました。やっぱりボタン1個しかないし、まあここのねスイッチもあるんですけど、これを2にすればいいだけのお話なんで、結構使い方は楽だなというふうに感じました。そして本体もほんと軽くて、ちょっとホームページに書いてあったのが携帯よりも軽いというふうに書いてあるんで、ちょっと比べてみますね。あ、携帯より全然軽い。うん、これは iPhone なんですけど全然軽い。軽くってずっと持ってて疲れないというのが特徴の一つらしいんですけど、まあその通りだなと思います。ただずっとくるくるしていかなくちゃいけないんで、やっぱりこの辺の筋肉はどうしても使ってしまうと思うんですけど、まあでも全然大して疲れるような話ではないんで大丈夫かなと思います。そしてこれを使ってて、やっぱり肌はあったかくなるものなんで、それで火傷するかどうかなんですけど、まあ、ずっとね動かしていたら火傷する心配はないと思います。私はもともと皮膚が薄いので結構血管とかもね透けてるような感じなんですけど、全然これぐらいの皮膚の薄さでも大丈夫でしたね。あとずっとお肌の上をくるくるしてるんでね、こうお肌への摩擦はどうなんだろうって気になる方もいるかなと思うんですけど、ジェルはつけてるんですけど、でもやっぱりお肌の上をくるくるしてるなーっていう風には感じますね。たっぷりジェルをつけてあげることは大事かなと思います。あと一人の他の、美容外科医の YouTuber さんが言ってたのが、寒波のある方はやっぱりこすることによってもっとその寒波がひどくなったりするんで、まあそういう方は気をつけた方がいいかもしれないというふうに動画で言ってたんで、気をつけた方がいいかなと思います。これからはねジェルをたっぷりつけていこうかなと思います。本当はこう線2本でいいらしいんですけど、まあ私はお肌も薄いからこれから線3本にしてみようかなって思ったりしてるところです。あと効果はね皆さんが見た通りなんですけど、まあ大してすごい劇的に引き締まったなっていう風にはなってないかなと思います。ちょっとこう若干上がってるかな上がってないかなみたいなところはあるんですけど、これはね継続をして様子を見ていきたいなと思ってます。もしね継続して使ってみてよかったら、またいつかの動画で皆さんにそれをお伝えしたいなというふうに思ってます。そして気になるお値段なんですけど、これはね結構私びっくりしたのが、日本とアメリカのお値段が全然違うんですよ。まずね私が買ったアメリカのお値段から言おうか。299ドルで購入してます。なので日本円にして3万3000くらいですかね。はい、で購入しましたが、日本でのお値段がね本当なんでって感じなんですけど、62,800円で売られてます。しかも税別で。どうしてこんなに違うんだろうっていう。ねえ、この間私は使い切りアイテムの動画で、ランコムの化粧水もそうだったんですけど、値段がね、倍以上違うものがね、本当にたまにあるんで、まあどうしてって感じなんですけど、そんな感じでね、6万もするような美顔器だったら結構ね、高級美顔器ってなりますよね。けど、それがね、アメリカだと2、3万くらいで売ってるんでね、正直ね、これを言ってしまおうと多分皆さんは、日本で買う気にならないって思う方はほとんどだと思います。では私的にね今日ニューアーレビューしてみて、これは買う価値があるかどうかなんですけど、まあ今のところはね1回しか使ってないし、効果もねすごい上がったなっていうふうには感じれなかったんで、正直私の方からすっごいおすすめだよ、もうみんな買ってっていうふうには言えないです。やっぱりこういうのってちょっと継続していかないと効果がわからないものもあったりすると思うので、まあちょっとは継続して私は使ってみたいなとは思ってるんですけど、ただね1回のみだとあんまり効果が感じれないような商品っていうふうに思います。そして値段を聞いてね、なおさら日本で買う気なくすよっていうふうにもなると思うんですけどね、6万って結構いい買い物だからね。なのでね6万円の価値のある効果
果が出るかっていうのはね、これから見ていきたいと思います。ただね、効果がどうしても気になるけど、いきなり6万円払いたくないよっていう方だったら、今はレンタルもできるみたいなんで、1ヶ月でいくらいくらでレンタルできるようなシステムをね、さっきネットで書いてあったんで、まあ、そういうのでちょっと試してみてもいいかもしれないですね。はい、という感じで今日はニューアリフトのレビューを皆さんと一緒にやってみました。これからも継続して効果を見てみますっていう感じで皆さんとバイバイしたいと思います。はい、では今日の動画が好きだったら、いいねボタンお願いします。そして、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。